はいどうも、チャネルあリューです。はい、えー。今日はですね、チャクラに関して、えー、お話しようかなと、えー、思います。はい、えー。チャクラですね、えー、スピリチュアルのん業界で行くと、まあ、よく聞くうん言葉だと思うんですけど、そもそもじゃチャクラって、えー、どういうものなんだっていう話なんですけど、まあエネルギーの、えーまあ、壺みたいな。 人間の体のエネルギーの流れのツボみたいなものなんですけど、えっとですね、それをまあ詳しく書いてあるものがありますので、ちょっと読んでみますね。はい、えー。第一チャクラは石器髄の型にある赤色で表されるチャクラです。なので、チャクラの色は、第一チャクラは赤。赤です。はい。 で、主要な7つのチャクラの第1番目にあたり、第1とあなたの肉体をつなぐ役割を持っていることから、ルートチャクラやベースチャクラ、ムーラダーラチャクラなどと呼ばれることもあります。はい。で第1チャクラは副人に対応しており、人体の他の全システムの安定を左右する基礎となるチャクラです。はい。 副腎が分泌するのは体脂肪、タンパク質、炭水化物の代謝を整えるホルモンや体液中の塩分バランスを抑制するホルモンだと多岐にわたります。えー、また、人はストレスに対して本能的に攻撃するか、えー、逃避するかと反応する性質があり、それを司るホルモンのアド,アドレナリンも副腎で生じます。 えー、もしあなたがより自信に満ち溢れ、地に足をつけて現実を生きたいと考えているのであれば、第一チャクラを開き活性化することは重要です。はい。えー、ここにトラブルを抱えていると、生命力やエネルギー不足に陥ることで、日常生活に支障をきたしてしまう場合もありますと。えーまあ、そんなわけですね。えーまあ、7つ、下から順番に1,2,3,4,5,6,7とあるんですけど、7つあるうちの、えー、一番元になっている下。 下の赤色の部分なので、えー、まあ、胴といいますか、基礎といいますかね、非常に大事な、えー、チャクラになりますと。いうのが第一チャクラです。はい。ということで、えー、今ですね、チャネルアリューと LINE で友達になってくださいキャンペーンをやってます。あと、この動画の下にえ、えー、ホームページのリンクと、メイブロンのリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、チャンネルアリューでした。